フォボス、衛星、フォボス、マース・アイ・ォーボスは、火星の第一衛星。もう一つの火星の衛星である、ダイモスより、大きく、より内側の軌道を回っている。1877年8月18日にアサフ、ホールによって発見された。ギリシア神話の神、フォボスにちなんで命名された。フォボスは、太陽系の惑星の衛星の中で、最も主星に近く。 火星の表面から 6000km 以内の軌道を回っている。フォボスの軌道は火星の静止軌道より内側にあるため、降点速度は火星の時点速度よりも速い。したがって、1日に2回西から上り速いスピードで空を横切り東へ沈む。表面に近いため火星のどこからでも見えるわけではない。また、火星の時点より速く降点しているので、フォボスは 火星の超積力のために徐々に火星に引き付けられ、1.8メートル、正規、やがて、ロッシュ限界に達し破壊される運命にあるとされ、3、0、0、0、0、0、0、0、0、0、5に火星の表面に激突するか、破壊され、火星の間となると考えられている。フォボスには一つのミネ、リッチスと十数個のクレーターが確認されている。ミネは、 ヨハネス・ケプラーにちなんで、ケプラード・ルスムと名付けられた。クレーターは、天文学者、および、ガリバー旅行機の登場人物にちなんで名付けられた。ホボス最大のクレーターは、ホールの妻、クロエアンジェリン・スティックニー・ホールにちなんで、スティックニーと命名されている。スティックニーを中心としてホボスには放射状の溝、グルーブが見られるが、 スティックニーを作った天体が衝突した際の衝撃でできたという説や火星からの超積力による破壊で生じたというがある。フォボスの時点は火星からの強大な超積力によって光点と同期しており、光点方向側とその逆側で反射スペクトルの際が認められる。フォボスの高校半球の可視金石外反射スペクトルは先行半球と比較して赤っぽく、 高校半球は、ホボス赤色部、ホボスレッドユニットプラ、先行半球は、ホボス青色部、ホボスブルーユニットプブーと呼ばれている。これらは、宇宙風化作用による、スペクトル石化度の違いを反映している、可能性がある。スティックニークレーターは、先行半球、すなわちホボス青色部に相当する領域に位置している。ホボスは、ダイモスと共に、 起源について大別して二つの仮説がある。一つは、火星の重力に捕獲された小惑星だと考える捕獲説である。実際、ホボスの可視金赤外反射スペクトルは、ホボス赤色部は D 型小惑星、ホボスアウイロベは T 型小惑星のそれと似ている。ホボスがこれらの小惑星タイプに対応する天体で、あるならば炭素質の蘇生を有するかもしれない。また、 フォボスが小惑星起源であるならば、その密度の低さは、空撃や氷を内部に含む、可能性をそそのかしている。しかしながら、フォボスの軌道離心率、軌道傾斜角が共に小さい軌道を説明するには、捕獲後に、軌道エネルギーを散逸させるプロセスが必要である。また、このような、整った軌道を説明するために、火星への天体衝突で生じたデブリ円盤内で、 集積した天体だとする意見もある。ガツのジャイアントインパクト説参照。どちらの仮説も推測やシミュレーションによるもので、解明は口実する構成物質のサンプルリターン計画の実施に待つ部分が大きい。1988年に打ち上げられたソ連の探査機ホボス2号は、翌年、火星の周回軌道に入り、ホボスへの接近中に故障したが、 2011年に打ち上げられたロシアの探査機ホボスグルントはホボスからのサンプルリターンを計画していたが地球周回軌道からの離脱に失敗し大気圏へ突入した。2015年日本の宇宙航空研究開発機構 JAXA は火星衛星の探査計画 MMX を発表した。この探査機は両衛星の近接探査と 構成物質のサンプルリターンを行う予定であり、2024年、打ち上げ、2025年火星圏、到着、2029年地球期間を想定している。1950年代から1960年代にかけて、ホボスの奇妙な軌道と密度の低さから、ホボスは、中空の人工天体ではないかという説が唱えられたことがある。 1958年頃、ホボスの光点の永年加速について研究していた、ソ連の宇宙物理学者、ヨシフ・シクロフスキーは、ホボスが薄い金属板構造であると提唱した。これはホボスが人工的な起源を持つことを示唆するものである。シクロフスキーは、火星の上層大気の密度の推定値に基づいて微弱な制動効果で、ホボスの永年加速を説明するためには、 ほぼスが非常に軽くなければならないと推論した。ある計算では直径が1 6トル、厚さは6センチメートル未満の中空の鉄の玉が導かれた。この仮説はアメリカ合衆国にも伝わり、アイゼンハワー大統領の科学顧問を務めていたジークフリードシンガーは天文学雑誌アストラノーティックス1960年2月号でシクロフスキー説を支持し、さらに ホボスの目的は、おそらく火星人が彼らの惑星の周囲で安全に活動できるように火星の大気中の放射を吸い取ってしまうことだろうというところまで飛躍させた。また、シクロフスキーと親しかったカール・セーガニやフレッド・ホイルも人工的要素を指摘していた。しかし後に、こうした考えが生まれるきっかけとなった永年加速に関する疑問が提示され、 そして1969年までにはこの問題は解決された。初期の研究では軌道高度が低下する速度を 5cm 年という課題の値を使用していたが、後に 1.8cm 年まで修正された。現在では永年加速は当時考慮されていなかった潮汐効果の結果だと考えれている。また、ホボスの密度は1 9ートルと測定されており、 これは、中空の殻であるという説とは矛盾する。さらに、1970年代に、バイキング探査機によって撮影された、ホボスの画像は明らかに天然の天体であり、人工物ではないことを示していた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。